今回はですね、全日空のダイヤモンドサービス、ダイヤモンドメンバーかな、それについてのご紹介をしようと思います。全日空でも JAL でもそうですが、ポイントカードをいっぱい発行しておりまして、マイレージクラブとかそんな風な言い方をするんですね。多分 JAL マイレージバンク、 ANA マイレージクラブという言い方だと思うんですが、それはですね、いっぱい飛行機に乗りまくる人には優遇をするということになっています。だからそのポイントカードを申し込んで飛行機に乗りまくれば優遇してもらえます。私もあとはね、ネットカフェの快活クラブで、泊まりまくってね、そうするとブロンズとかね、シルバーとか、ゴールド、プラチナ、なんかそういう風にいろいろ名前がつくんですが、1ヶ月間で大量に快活クラブを利用すると、翌月から、最大で、10% 相当のポイント還元になるみたいな、そういうポイントがもらえる、結構ね、便利に使わせてもらったんですけれど、JAL の場合はマイルというものをもらって、全日空もそうですが、それでマイルのポイントが貯まる、また上級会員になればマイルが貯まりやすくなるということの他に様々な優遇を受けられます。ここは羽田空港ですが、ANA ゴールドラウンジっていうのかな、私入ったことないですけどね、普通の今回みたいな普通席のね、上級会員でもないようなやつは、こういうようなところでこうやってただ椅子が並んでいるようなところで待つ、ここも十分快適なんですけど、ここで待つわけですが、上級会員様になりますとですね、ANA ラウンジとかそういったところを利用できます。で、 ANA ラウンジっていうやつは私も利用したことがある。国内線の場合は、プレミアムクラスね、それに乗れば利用できるんですよ。で、一方で、国際線の場合はビジネスクラスに乗れば、そのやっぱり ANA ラウンジというのを利用することができます。一方で ANA ゴールドラウンジという待合室にも、普通の人は待合室をそもそも利用できないんですが、ちょっといい席に乗るか、ちょっとしたプチ上級会員みたいな人は ANA ラウンジっていうのを利用できるんですけど、超ウルトラ VIP ファーストクラスに乗ったりとか、飛行機にもう狂ったように乗りまくるような人は、さらにもっといい待合所を利用することができまして、それが ANA ゴールドラウンジ。私も入ったことありませんからね、どういう場所なのかも知らないんですけど、私の知り合いにダイヤモンドの人がいるんですね。で、今回は これですね、ANA ダイヤモンドサービス、国内線国際線共通機内販売クーポン、これはですね、これまたそのダイヤモンドの人の限定優遇措置らしいんですが、飛行機に乗りまくると、こういう5000円とかのね、商品券をなんかタダでもらえるらしいと。で、こんなもんもらっても使わないからといって、空港とかでも使えられるらしいんですけどね、お土産屋さんとかでも使えるんですが、お釣りは出ないらしい。こういう、5000円の商品券をダイヤモンドの知り合いからもらいましたんで、これを使って飛行機の中で買い物してみようということです。ダイヤモンドなど上級会員のメリットとして優先搭乗があります。あそこに1と書いてありますが、あれは1番目に乗れるお客さんの列ということです。1番目にはダイヤモンド会員の人が来るようです。で、2番目にプレミアムクラスとか高いお金を払った人が来ることになっています。つまり逆に言うと、国内線の場合、高いお金を払ったとしても飛行機に井の一番に乗り込むことはできないということです。お金ではなく飛行機に大量に乗りまくる超スーパー裏のお得意様ダイヤモンド、それが1番目、2番目にプレミアムクラスや一般の上級会員で、そしてその後3番目は窓側、4番目は通路側のお客さんという風な順番になるようです。私もその優先搭乗っていうのは最初何がメリットなのかよく分かんなかったんですけど、エコノミークラスとかに乗る場合はね、結構上の荷物置き場がもういっぱいになってしまうんですよね、後からなると。そのために井の一番に飛行機に乗り込んで、もう好き放題荷物を置いてしまえばいいということで、一度私もバンコク行き乗った時にね、大量に水を持ってったことがありましたんで、あの時は確かに優先搭乗させてもらえて助かりました。国内線だったら荷物置く場所普通にあるし、いつもギリギリに乗ってるから私も分かんないんですけど、そんなに優先搭乗のメリットがあるかどうかは何とも言えないですけどね。あとですね、ダイヤモンドの人を一番上に据えとくっていうのは、確かにいいやり方ではあるんですけど、あの人ね、もうなんか別にダイヤモンドであるか、それ以下の、ゴールドとかプラチナとかいろいろあるんですけど、なんかそういうランクとね、一応差を設けられてはいるんですが、そんなに別に井の一番に国内線で乗り込んだからって、メリットはそこまではないのかなと思うんですけど、もうなん多分ね、このレベルまで行くと本当普通 の飛行機の乗り方をしているのでは絶対無理なんで、このくれた人もね、年間にニューヨークとかもう何十回も行くような人なんで、それでダイヤモンドに知らないうちになるということなんですけど、もう優越感ぐらいしか違いがないんじゃないのかなというふうには言ってましたね。あとね、その人から聞いたのでは、飛行機の予約をするときにダイヤモンドの人は通常の発売に先駆けて予約することができるんだそうです。私はそれ知らなかったんですが、例えばエアバス380型の、この間初便のねファーストクラス、私も買おうと思ったけど、さすがに買うことができませんでした。それはおそらくもう優先的に買うことができるダイヤモンドの人たちが先にファーストクラスの切符をもう買っちゃってたんじゃないのかなと思うんですよね。で、あと私もね、 JAL の方に関しては JAL グローバルクラブと言いまして、今年 JAL の、私は何だっけな、
プラチナ会員じゃなくて、サファイアか、サファイアってやつで、まあ、全日空のダイヤモンドの一つ下に当たるようなところまでは行ったんですが、そういうところまで飛行機に乗りまくって到達すると、その資格を永久に継続できるクレジットカードに申し込むことができます。全日空にもそういうスーパーフライヤーズっていうサービスはあるんですけれど、それはダイヤモンドの場合は永続させることはできないですね。1年間で飛行機に大量に乗りまくると翌年1年間がダイヤモンド、しかし翌年も大量に乗りまくれなければダイヤモンドの資格は結局1年で失効してしまうというわけで、 JAL の方、それから、まあ、全日空でもそうですが、サファイア、プラチナというダイヤモンドのワンランク下のランクであれば、まあ、そこを目指して一度だけ修行するというメリットもあるのですが、修行というのは意味もなく大量に飛行機に乗りまくるということです。ダイヤモンドの場合は結局その資格を永続させることはできないので、毎年修行するのかということがあってね、このダイヤモンド会員を継続させられる人というのは全体のほんの一握り、毎年趣味でダイヤモンド修行をするという人も中にはいるようですが、まあ、基本的には仕事で大量に飛行機に乗るような人でなければダイヤモンド会員でずっと居続けるということはできないようです。で、あとね、私もなんかネットでちょっと調べたんですけど、航空会社もこういう修行、ポイント、それから上級会員の資格を手に入れるために飛行機に乗りまくるということについては割と歓迎の意向らしいんですね。まあ、確かに結構それやってる人聞きますからね、修行したとかね。それで自分の会社のね、上級会員の資格を取って、ブランドロイヤリティというんですけれど、その会社に対する貴族意識みたいなのを持ってくれれば、かなりいいお客さんになりますからね。囲い込みとしてもいいし、そのために修行と称してね、信じられない回数必要もないのに飛行機に乗ってくれるお客さんというのは確かにいいお得意様だと思いますので、こういった上級会員制度というところは、そういう増収の副次的効果もおそらく生み出しているものと思います。ちなみに私の乗り込む順番はグループ3、3番目となっています。これは普通席で別に上級会員とかそういったものでもなく、窓側に座る人がこの3番目に割り当てられるようです。出発してしばらくして外の景色もですね、こんな風に曇ってしまったので、じゃあちょうどいい今から暇つぶし機内販売いそしみたいと思います。最初はね、よく考えたらなんでわざわざ空の上で買い物するんだと非常に不思議ですよね。別に面前になるわけでもない国内線で買い物をするメリットは何なのか、まあ、おそらく空の上で飛んでる間暇だから、じゃあ買い物しませんか、要はそういうことなんだと思います。私はショッピングという趣味はありませんが、多分ショッピングっていうのは暇つぶしとかね、楽しみとする人してする人は多いんでしょうね。映画を見る、それからなんだろうな、携帯電話でなんか遊ぶとか本を読むとか、それと同じようなノリで買い物というのもあるのだと思います。値段もよく見ると、まあ、傘で7500円は結構高級品ですけど、まあ、でも別になんかとんでもなく、ああまあ高いけどな、結構上等なものが並んでるんだな、そんなにすごく高い方でもないと思った。まあこの帽子とかはね、私ちょっと着られませんけど、多分これ女性用でしょ、これね。4500円、まあ帽子としては高い方かもしれませんが、別に買えない値段ではないね。私が今回探しているのはお財布です。まあ、見るとお化粧品とかね、こういう傘とかありますけど、やっぱり女性向けが多いんだな。多分女性の方が買い物が好きなんでしょうね。デパートとかに行っても婦人服のコーナーの方はね、すごい大量にあって、紳士服の方は、まあ大体1回だけとか、まあ大体そういう感じですからね、別にいいんですけど。お財布とか多分売ってると思うんですけどね、ないのかな。あ、そもそも言いましたっけ、なんでお財布を今回機内販売でね、買うのかというと、私、まあ会社やってるわけですけど、会社用の財布と個人の財布と分けなきゃいけないんです。イズイット、スマートウォレット、まあ、ゼニックカードを持ってる。あ、結構安くなるな。え、そうなの？税込み9000円が、8000円、私全日空カード持ってるから、そんなに安くなるんだな、あ、これいいかもしれないな。ちょっと見ても、おお、リカちゃん人形、こんなん売ってんだ。全日空キャビンアテンダントリカちゃん、へえ。いや、私リカちゃん人形って買ったことはないですけど、すごいな、これいくらなんだろう、値段書いてない。まあ、買わないからいいんです。あ、1万円か、なかなかいい値段するんですね。そんな別に高級な財布いらないんですけど、でもまあ今回は実質人からもらったクーポンで、ね、5000円引きですから、まあ、3000円で買えると、まあ、3000円だったらいいかもしれないな。ご利用の際は客室乗務員にお気軽にお知らせください。これね、機内販売ってどうやってやるんですかって聞いたら、なんか暇そうな客室乗務員に声をかければいいそうですね。安全のため着陸時ベルト着用サインが点灯する5分前を目安に終了させていただきます。急がないとな。プロペラ機では一部の商品をご用意しております。
え、何これ、え、つまり何これ、飛行機の中にこれ積んであるの、え、変えちゃうんですかこれが、え、嘘、え、すごいですね。何これ、私てっきり注文して後でなんか家に届くとかそういうパターンだと思ったんですけど、ちょっと本当に飛行機の中で持って帰ることまでできちゃうんだ。よし、じゃあ決めた。これもう引き渡しちゃうから、ちゃんと写真によく写して撮っとかないといけません。じゃあそろそろと思ったんですけど、キャビンアテンダントの方がまだ当分は来そうにないので買うことはできません。これこういうのやってる間にね、目的地に着いてしまって、そしてなんだ結局買おうと思ったのに買えなかったっていうこともあり得るんですが、今回は私が乗っている便は羽田発鹿児島空港行きでして、これだけの時間があれば、まあおそらくはキャビンアテンダントの方が回ってくる前に飛行機が降りてしまうということもないのかなと思います。来た来た、キャビンアテンダントの人が来たよ。あの冊子をですね、上に広げて大きく掲げて今こっちへ向かってきています。にこやかな笑顔です。じゃあお願いしようかな、手を挙げよう。で今アテンダントの方を呼び止めてね、もう買う気満々、全日空カードまで用意したんですけど、普通にショックなんですがね、これなんか在庫確認しますねとか言ってもらったらね、在庫ないみたいなんですよ。だから買えないと、後でうちに送ってくれるとかそういうんでもいいですよと思ったんですけど、まあ、無理みたいですね。うわショックだな、なんだこれ、結局買えないのか。他のやつもね、いろいろもう一回改めて見てみたんですが、まあいらないわな他のものは、うん、別にサングラスとか買ってもしょうがないしな。こうクーポン余っちゃいますよね。しばらく全日空になる予定ないんですけど、どうしようかな。今度札幌行くとき全日空の便に切り替えていこうかな。まあこの機内販売クーポンについてはね、来年の3月まで使えるっていうんで、まあそれまでに全日空に乗る機会はいっぱいあるでしょうから、特に今度国際に乗ることもありますしね、多分国際線の方がわかんないけど多いんじゃないですかね、メニューは。ただまあ飛行機の中に積み切れるものに限界がありますからね。本当にあのスーツケースとかさっき言ったけど、何スーツケース飛行機積んでるの、販売用のもの、無理ですよねそんなの。いやー本当これ帰りは JAL なんですよね。 JAL でも使えたらいいんだけどな。あとそうそう、もう一つダイヤモンド会員の特典として最後に一つ、空席待ちのご案内って書いてあります。 S という人がダイヤモンド会員のようですが、ダイヤモンドになっていると、まあ、空席がなくてももし空いたらばすぐにあの割り込めるというかね、そこにあの空いてるものを優先的にあてがってもらう、そういうことができるそうで、今回 S の人が1人プレミアムクラスの空きを満席だったところから空席を拾ってうまく乗ることに成功したようです。